人は悩み、もがき、悲しみ、怒り、嘆き、嫉妬、恐怖、不安、愛、誕生、成長、発展、進化、進歩、希望、喜び、自我を持つことで味わい、未知なるものを可能としてきた。体を持つ、自我を持つことでしか味わえられない醍醐味の一つ。通過点をたどるその姿はとても尊く美しい。何一つ無駄はない。なんて人間は素晴らしく尊く美しい生き物なんだろう。人間として生を受けられたこと、誇りに思い感謝します。授かりし物、受け取らせていただけること、私自身を含めた世界中の人々も今日という奇跡の一日を過ごせたこと、心から感謝します。ありがとうございます。